か。お疲れ様です。ガクチャンネルです。今回はティサージホテル那覇の宿泊費をお伝えいたします。まずはティサージホテル那覇の概要について説明いたします。運営されている会社はネストホテルジャパン株式会社さんです。ネストホテルといえば、過去に私も松山の店舗で宿泊をさせていただいたことがあります。あのネストホテルとなっております。こちらもよろしければご覧いただければ幸いです。でティサージホテル那覇のティサージとは、旅の安全を願い大切な人への思いを込めて送る手ぬぐいを意味するティサージから名前が来ているようです。エレベーターのボタンを押す際はカードキーをかざさないと反応しなくなっております。シングルルームとなっております。それではお部屋のご紹介をいたします。まず部屋入ってすぐ右手のところからご紹介いたします。まず一番上の段の左側にはコーヒーの粉やお砂糖ミルクなどがあります。右側にはティーバッグやコップなどがあります。真ん中の段の左側には氷入れとトング、右側に電気ケトルがあります。でその下の左側はティッシュ、右側にコンセントとペン、メモ帳があります。その下に金庫があります。で一番下に冷蔵庫があります。冷蔵庫こちらのスイッチでオンオフができます。中は小さめな方かなと思います。その斜め左後ろあたりにハンガーと消臭スプレーがあります。ハンガーは5本あります。で下に使い捨てスリッパや靴べらなどがあります。でそして少し進んだところに荷物置きがあります。で荷物置きが置いてある右手にベッドがあります。ベッドの左側にテレビがあります。でテレビの近くに椅子と机があります。テレビの下の棚にあったもの、まずこちらはミラーとなっております。で右手にあるこちらはホテルの案内となっております。当ホテルにはナイトウェアの用意もあります。ベッドの上にはクッションと枕があります。枕は片方はちょっと硬めかなと思います。こちらの方が柔らかめとなっております。ベッドも柔らかめかなと思います。でベッドの近くにはフロントにつながる電話やライトのコントローラーとコンセントがあります。当ホテルリラクゼーションもできるようで、ボディケアがオイルを使用しない揉みほぐしのコースとのことで40分4000円、60分6000円とのことです。アロマケアはアロマオイルで包むソフトタッチのトリートメントとのことで40分4500円、60分6570円とのことです。でフットケアは30分3800円、60分7600円となっているようです。で支払いは現金しかできないようです。受付時間が平日は午後の2時から深夜1時半、休日は夕方5時から深夜の1時半までとなっているようです。で部屋からの眺めです。こちら11階のお部屋なので結構眺めはいいと思います。一見周りはマンションばっかりのように見えるかもしれませんが、海が見えます。ちょっと拡大いたします。でお手洗い、洗面所、お風呂は一緒になっております。アメニティ類もしっかり揃っておりまして、ハンドタオルとあと黒い手提げの中にはドライヤーが入っております。でハンドタオルの上に体を拭くタイプのタオルがあります。あと歯磨きセットやコップ、あとフェイス&ハンドソープ、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープとあります。あと足拭きマットもあります。
改めまして、今回泊まっているホテルはティサージホテル那覇になります。こちらは沖縄のモノレールゆいレールの朝日橋駅からは徒歩約7分から8分ほどのところにあります。また朝日橋駅の近くには那覇バスターミナルもありますので、レンタカーを使わなくても観光の拠点にしやすいホテルとなっているのかなと思います。また那覇空港までもゆいレールでだいたい10分から15分ほどでアクセスできます。ちなみに今回は朝食付きのプランで1泊5900円で宿泊ができております。それではホテルの概要について説明をいたします。まず当ホテル館内は全館禁煙となっております。喫煙場所は1階の外側にあるようです。館内での喫煙を確認した場合は特別清掃料金として3万円がかかるようです。で、清掃について清掃の最終時間は14時までとなっているようです。環境保護の観点により連泊される方のシーツの交換は1日おきにやっているようです。清掃が不要の場合はドアの内側の起こさないでくださいのマグネットを貼れば大丈夫なようです。朝食会場にもなっているレストランは2階にありまして、営業は7時から10時まで、ラストオーダーが9時半までとなっているようです。料金がお一人1300円、6歳から9歳のお子様に関しては650円となっているようです。で、4階にコインランドリー、自動販売機、製氷機、電子レンジがあるようです。で、終了後の洗濯物は次の方が利用される場合フロントで預かることがあるようです。洗濯終了予定時間を確認し、終了時間に合わせて洗濯物を回収する必要があるようです。あとアメニティコーナーが1階のエレベーター前にありまして、一部部屋にないアメニティ、レザー、ヘアブラシ、コットンについては1階のエレベーター前のアメニティコーナーから持っていく必要があります。で、部屋の水道水は飲料水として利用できるようです。で、ランドリーサービスとして部屋に備え付けのランドリー伝票に記入の上フロントまで持っていく必要があるようです。当日の仕上げに関しては最終の受付午前10時までに預ければ午後の7時にはできるようです。日曜日はお休みのようです。で、駐車場は1泊1台1500円となっているようです。平面の駐車場が10台、立体駐車場に40台止められるようです。ナイトウェアもあります。ナイトウェアは上下分かれたタイプとなっております。朝食付きプランを頼むと朝食券がつきますので忘れないようにしてください。朝食はバイキング形式となっておりまして、チャンプルやサラダ、ごま団子、沖縄そばなど多種多様ありました。奥に映っているスープはイナムドゥチ汁という味噌汁のような感じのものでした。ドレッシングはホテル特製のドレッシングのようで、味は青じそドレッシングに近いかなと感じました。他にソーセージやベーコン、パン、ヨーグルト、フルグラ、タコライスなどもありました。飲み物はシークワーサージュース、グアバジュース、サンピン茶、ハイビスカスジュースなどがありました。それではチェックアウトいたします。1泊2日ありがとうございました。というわけでここまでティサージホテル那覇の宿泊記をお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。全体的に綺麗で快適に過ごせ、朝食も美味しく、立地も良くて、なのにお手頃の価格で泊まれ、悪い点が見つけられない、そんなホテルだと感じました。ぜひ宿泊してみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。
アレクサとなっており、天気などがわかるようになっております。これは私が翻訳したアレクサアンサーズのユーザーからの回答です。それがクロスワードパズルの定義です。解決策は次の通りです。スローピング。これで質問の答えになりましたか？は？